方と、さんにバトンタッチしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ですね、まずは自己紹介をさせてください。私、新原です。私は新原雅史と言います。普段はですね、大阪の方で、ワンパイアの新会社を開発しておりまして、仕事としてはですね、ウェブシステムの開発であるとか、あとはその、構築したウェブシステムを、運用に載せるためのですね、インフラの構築とか、あとは、技術サポートですね、そういったようなものをやっております。好きなノードとしてはですね、プライベートリポジトリが今無制限で作れるようになったので、
これが非常に嬉しいなと思ったりしてます。はい、でまあ、GitHub は皆さんご存知だと思うのでちょっとここでは視点を変えてですね、ちょっと Git の使い方をですね、ちょっとお話ししたいと思います。まあ、Git いろんな流儀があってですね、いろんな使い方が多分現場現場であると思うんですけど、一つのトピックとしてですね、これブランチ戦略をどうするかというのをですね、私とカズさんでお話ししたいなと思います。まずは、まあ、一般的にですね、よく使われているようなブランチ戦略ですね。でまず初めは Git フローというプランセンです。で次が GitHub Flow ですね。で3段目がこの GitHub Flow をちょっとまあカスタマイズしたようなやり方ですね。まあ概ねこの3つぐらいが現場で見てみて多いかなと思います。でこの中で私自身もですね、まあ、どれもプロジェクトによっては使ってはいるんですけど、よくやってる方法としてこの3段目の GitHub Flow に特定のブランチを追加して使うというやり方をご紹介します。それはこちらの図ですね。真ん中にある、四角が3つあると思うんですが、太字になっている部分、これが、まあ、ブランチだと思ってください。通常ですね、何か機能を開発するっていうときは、いわゆるフィーチャーブランチですね。ここではアットフィーチャーと書いてますけど、何かしらの機能を実装するためのブランチを作る。で開発環境から挙出するのは基本的にはこのフィーチャーブランチに対して挙出するという形ですね。で開発が終わって、今度はプルリクエストをマスターの方に投げます。でマスターの方で問題エンビューして問題なかったらマージします。でマスターをマージしたタイミングでですね、ロジアのほとんどこの辺は自動化してるんですけど、マスターにマージされた瞬間にもステージングの方に勝手にデプロイされるというような流れになっています。で最後のデプロイブランチはこれは本番にリリースするためのブランチというような位置づけです。ですのでこれはマスターからですね、デプロイブランチの方にプルリクエストをかけて、でマージすると、これも自動的に本番環境の方にデプロイされる、こういった流れでやっています。次はカズさんですね。はい、お願いします。はい、うちも基本的に Git のフローに近いと思うんですけど、今ちょっと名前がちょっと違っていて、スラッシュ区切りでこう、まあ、ファストウェイみたいな形でつけるようにしています。自分的にで、うちはそのフューチャーの開発が終わったら、リアル出す先はデベロップっていうブランチにしています。それを何でかというと、マスターは、プロダクションにデプロイできる状態を記録したいというのがあるので、ステージにデプロイする中でマスターはまだしないというのをして、やっています。なので、デベロップでステージ環境の検証環境のテストが終わったら、今度はもう一回マスターに対してピアを出すという感じですね。GitHub のデフォルトブランチもデベロップにしてやれば、なんでどっちかというと Git フローに近い感じで面倒くさいところを省いてるっていう感じですかね。はい、ではですね、次はこれも Git というか GitHub で開発するときに、やってる方法なんですけど、WIPTR ですね。これ一応今すごく話題になったので実際にやってる方もおられるかなと思うんですが、Work in Progress Pull Request ですね。どういうことかというとですね、通常のプロリクエストを作るときって何か機能を追加してある程度開発が終わったタイミングでローカルでコミットしてそれをプッシュするというやり方が多いかなと思うんですが、この WIPTR の場合ですね、何か機能を作るとなった場合はまずブランチを切って、もう空の状態ですね、コードは何も変更してない状態でアラエンティティをつけてすぐコミットしてすぐプッシュします。なので、コードは変わってないんですけど、先にプッシュしてしまうということですね。で、それからですね、コードを書き始めるというやり方をします。これ、具体的にどういう感じかというとですね、これ、WIPTR を出していた画面の例なんですが、まず、プロリクエストを投げたらですね、タ
の時にこれらの実装状態というのを示すようにですね、マグナスキーというような方法をつけています、まあ、これは別にこういうふうにバーチャルでできないことはなくて、まあ、今だと多分そのラベルとかですね使えばいいかなと思います。まあ、ただまあ見てなぜこれは作業状態というのが分かるようにするということですね。で次にですね、プロリクエストのコメントの方に、実装する目的とかですね、あとは実装はっていうのを書きます。まあ、これは特に実装案のところはですね、まだ作り始める前なので当然書きながら変わっていくってことはよくあると思うんですね。ただ実際に作る前にある程度多分頭で何とかあると思うんですよ。こういうふうに作ろうとかっていうのがあると思うので、まあ、それを先に書いておくということですね。まあ、というとメモ書きのような形で先に書いておくということですね。というふうに、まあ、一旦こう頭の中を整理してから、まあ、それから行動を書くと、というようなことをやっています。で、これ今ですね、実際に行動を書く本人ももちろんいいんですけど、チームでも共有できるっていうのはすごくいいなと思います。なんとかの機能を作っといてって言って、で、まあ、ある程度は内容を集めたとしてもですね、実際に第三者が見るのも、行動がある程度出来上がってしまった後、とかいうふうなところですね。で、実際見てみると、ちょっとそれ違うなとかっていうのがあるかなと思うので、まあ、その前にですね、まあ、作り始める前に、ある程度も共有できる状態で、まあ、探しておくっていうのがいいかなと思っています。で、この WIPDR はですね、多分知ってる人はやっぱ知ってるし、やってる人は多いと思うんですけど、面白いことでですね、紹介するとですね、結構、あ、そんなやり方あるんや、そう面白いねっていう反応が実は起きてですね、それでちょっと今日取り上げてみました。僕もこれ聞いて試してみます言ってましたね。これ WIPVR でやってますよって方おられます？あ、2万円くらいですか？はい、ありがとうございます。そうなんですよ、知ってて当たり前と思っていることです。実際はあまりみんな知らないことが本当よくあるということですね。なんでこれ結構おすすめなんで、ぜひやってみてください。はい、で次はですね、開発環境のツールをご紹介します。開発環境、まずでいうところに第3種の部分ですね。開発環境、私はですね、まあ、ウェブアプリケーションを主に作っていますので、まあ、それの開発環境に行きます。普段はですね、Mac ですね、まあ、この Mac とか、あとまあ事務所にも iMac があるんですけど、まあ、Mac にデイブラッドとかですね、あとは Docker for Mac を入れて、開発をしています。で、コードを書くのはですね、IDE を最近よく使っています。ジェットブレインズさんがしている、まあ、私 PHP を書くので PHP ストーンを利用使っています。ちなみに個人的には Vim も大好きなので Vim も使っています。今草使ってませんはい、でその中からですね、ご紹介するのがデイブラッドと Docker です。まあ、これはウェブ開発では本当によく使われているかなと思うんですが、どちらもちょっと似たような特徴があってですね、まずはプロジェクト専用の独立した環境が作れるということですね。まあ、もちろん Mac、Linux 系の OS なので、Apache 入れたりとか PHP 入れたりとか、開発環境をどんどん入れるんですけど、ただ、複数のプロジェクトですね、開発をしないといけないこと、多分よくあるもの、特に受託とかだとよくあると思うんですけど、そういった場合ですね、プロジェクトごとにやっぱり環境が違うとか、バージョンが違うとかっていうのは、本当によくあるかなと思います。もちろん、言語のツールチェインとかでですね、ランタイムのバージョンを上げるとかっていうのはもちろんあるんですけど、まあ、それも割と一工夫できるということですね、というのはあるので、まあ、そうであれば、完全に独立した環境を用意してあげるというのが、ハードウェアとか少なくて、いいかなと思います。で、次はですね、どこでも同じ環境を再現というやつですね。これはチームで開発してよくあるあると思うんですけど、A さんの環境では動く、B さんの環境ではなぜか動かない、見てみると、入っているライブラリバージョンが違うとかですね、本当はこの拡張を入れないといけなかったのに入ってないとかですね、本当によくあることなので、まあ、そういったことを防ぐことができます。開発環境自体が仮想化されているので、まあ、どこで、誰の環境で作っても同じもの、同じ環境になるということですね。で、3段目も重要ですけど、まあ、自動構築できるということですね。手順書とかを見ながらですね、上から順番にコマンドを入力していって、構築するわけではなくてですね、あらかじめ、もう
構築された手順がスクリプトとかになっているので、それを流せば自動的に構築できるというのは大きな利点です。で、ベイブラントかどっかかっていう、まあ基本が多分あるかなと思うんですけど、これは多分時代によっても変わるというかですね、これ今ご紹介するのはですね、まあ、2017年に今の時点でという話ではあるんですが、まずベイブラントをもし採用したいという時はですね、やっぱり動機となるのは完全に独立した環境が作りたいということですね。ここベイブラントって言ってますけど、まあ、ベイブラントとバーチャルボックスの組み合わせだと思ってください。これは完全に OS というか PC ごとですね、独立した環境になりますので、環境がですね、何かしら干渉しておかしなかったりとかですね、そういった面倒が一切ないのが、やっぱりいいところかなと思います。で、次の Docker の場合はですね、Docker のいいところはですね、まず構築がものすごく簡単です。Docker Compose といって、まあ、いろんなコンテナをですね、簡単に組み合わせることができる。ファイルもありますので、まあ、そういうのを使えばですね、HTTP サーバーを用意して、言語のランタイムを入れて、データベースを入れて、なんか必要なミドルウェアを入れてみたいなことがですね、非常に簡単にできます。これはベイブラントの位置からやるよりもはるかに簡単だと思います。であとはコンテナなので、もうすぐ起動も早いです。作って壊してっていうサイクルをですね、早く回すことができるので、これは僕は開発環境を使う上でですね、いいところですね、いい特徴ですね。で、じゃあどっちを選ぶかっていう話になるんですが、実はですね、これって開発環境を単体で考えることではないかなと思っててですね、というのは、この後後半でお話ししますけど、CI とか検証環境、本番環境を、どういう環境にするのかとか、どういう方法で作るのか、そういったことですね、その辺におそらく関係がしていくんじゃないかなと思います。ただ基本的な方針で、私が最近やってる方法では、まずやっぱりドッカーで作ります。とりあえずドッカーで作って、これドッカーではどうにもならない、ベイブラントの方がいいなっていう時だけベイブラントを使うというようなやり方にしています。とりあえずここ最近やっててですね、これドッカー無理やなっていうことは全然なくてですね、ドッカーでとりあえずやってみようって、結局そのままドッカーを使うっていうパターンが多いです。カズさんはどんな感じでやってますか？基本的に今やってるのはほぼベイブラントでやってる感じで、今言った本番環境をしましょうというところがあって、どっかを試してと。はい。で、他にもですね、開発環境で便利なツール、開発環境で便利なツールはですね、たくさんあってですね、あんまりこう細かいところまで行ってくるとやっぱり言語特有の話になってくるので、ちょっとここでは簡単な一般的によく使われそうなものを紹介します。それはコードフォーマットですね。コードのコーディング規約とかですね、それにちゃんとコードソースコードが取っているかというのを検査したりとかですね、あとは自動整形してくれるようなツールです。とにかくですね、コードフォーマットのですね、が適用してるかとかを人間が見たりとかですね、手でポチポチ直していくっていうのはすごい不毛なので、これは絶対やめた方がいいですね。こういうのは絶対ツールにやらせるべきです。皆さんも経験あるとは思うんですが、コードレビューの時にですね、ちょっとこのブレースの1話とかですね、そういったコメントばっかりするとげんなりしてますよね。いや、それよりも処理の内容とかそういうことを見てよっていうのがあると思うので、これはちゃんとツール化して、キャンプ機械でやるということですね。ツールにちゃんとやらせるというのがおすすめです。で、ツールとしてはですね、ID にもともとついている場合もありますし、あとは PHP の場合はこの PHP コードスニーファーとかですね、いくつかツールがあります。もちろんこれはいろんな言語であると思います。マニュアルフォーマットとかですね、多分いろんなツールがあると思うので、これはお使いの言語で見ていただければなと思います。でコードフォーマットをですね、人間が手で動かすっていうようなやり方にしておくとですね、やっぱり人間なんで忘れます。とりあえずコードを、特にアクセントをしたコードとかだったらですね、動いてとりあえず動作を入れて、よっしゃ OK って言ってプッシュして、でコードレビューの時にブレイスの位置がとか
って言われちゃうので、これもですね、機械的に動くようにしておくのがおすすめです。なので、きっとだったらですね、あのプレコンとフックとかに仕掛けておくというのもそうですし、あと、ちょっと言いますけど、視野に実行しておくとかですね、あのこの辺がおすすめです。で、あと次はこれは、ゼッペリ、ゼッドリンっていうか、ね、これは、じゃあ、カズさん。はい、これあのちょっと、開発環境というのはちょっと関係ないので、ちょっと若干ずれてるかもしれないですけど、デザイン指示書とかの共有をするサービスなんですけど、スケッチとか、フォトショップとか、そのままが取り込んで、ウェブとか、専用アプリとか、バンスケットとかあるんですけど、それで見て、パーツの位置、サイズの格好、カーソルアプリで見てみるとか、あとデザイン的に色の名前とかで色ごとにミスしているしと、例えば iOS のプロジェクトとして作ると、この UI からエクステンションっていうコードができちゃうとか、ウェブだとの CSS が流れてるとか、それをまとめて管理で、例えばアメリカのビルだとか、アメリカ修正されると、スタッフに通知が来たりとか。で、画面上にこう、ここのところにチェックすると、コメントをする。そこでやるというか、いい位置ができるので、かなり最適に調理をしている。そんな感じで、ちょっと見えるかなとか、そんな感じで、最初のページとか、コメントとか、こちらここが貼ってあるんですけど、この辺に共有できて、あとスケッチのライセンスをエンジニアに持ったこととか、そういうのもあって結構重要でした、うん、これいいのはここを押してくださいみたいなやつをスラックに載せたりするんですよね。これもすごくいいかなと思います。あのデザインの修正とかだとですね、スクリーンショットを撮ってですね、でなぜかエクセルにあってですね、それがメールで飛んでくるってことがまああってですね、こういうの欲しいですね。なんでみんなエクセルになるんだろう。あ、本当にエクセルはものすごく便利なツールで、僕も好きです。はい、ということで、じゃあ次は CI 環境ですね。CI の図でいうと、このところですね。で、まあ、真ん中にある部分ですね。はい、CI 環境のまあサービスというかツールはですね、まあ、これもたくさんあるんですけど、ここではですね、まあ、サンプ CI。あとジェンキンスとトラビス CI、まあ、メジャーところをですね、ちょっと並べてみました。まあ、使い方としてはですね、基本的には GitHub で、まあ、コードをプッシュしたりとかですね、マージしたタイミングで、その CI のサーバーですね、に通知が行って、そこから CI のタスクが動き出すというのが、まあ、一般的な使い方かなと思います。まあ、これは別に GitHub に限らず、Bitbucket とでも何でも同じように。で、CI タスクですね、まあ、いろいろ、まあ、後ほどご説明しますけど、まあ、それらがちゃんと動けばいいんですけど、何かエラーになった場合はですね、まあ、そのフォローリクエストは回しないというようなやり方を多分していくかなと思います。ですので、まあ、定められた CI タスクは必ず通らないこと限りは、そのコードは進行されないということですね。で、まあ、本当は多分リプロイですね、CD とかも兼ねることが多いんじゃないかなと思います。あ、そうか、最初に言っとけばですね、このスライドは公開しますので、スライドのメモを取っていただくと大丈夫です。それよりいいねとかっていうツイートをたくさんしていただけると嬉しいです。はい、ではですね、試合で実行するタスクですね、まあ、これもたくさんあるかなと思います。ちょっとまあ内容的なので、いくつかしています。まずはコードフォーマットのチェックですね。はい、これも CI になるんです。人が指摘するものじゃないです。で、次はテストの実行ですね。テストを皆さん書かれてるとは思うんですけど、毎回ローカルで、コードテストを通してからプッシュするっていうのは、まあ、なかなか時間もかかることだし、あとは多いのは、どっか一部を回収してですね、影響範囲がありそうなところだけローカルでテストを流して、で、通ったからプッシュしてみて、CI 流したら、実は全然関係ないものテストが落ちたんですね、そういったようなことがあります。まあ、要はそういうのを発見するためのテストというのがあるので、CI 上でオールテストしましょう。
ですね。であとはコードの静的解析ですね。まあ、この辺は言語とかによっても様々かなと思うんですが、まあ、いろんなツールがありますので、まあ、それらで解析しておくということですね。であとは、まあ、最近これよく出てきてると思うんですけど、脆弱性診断ですね。脆弱性診断も開発のサイクルの中でシニアのタスクとしてやっちゃおうということですね。代表的なのはバニーであるとか、あとバルスですね。バルス、いい名前ですね。あのバルス、まあ、バルスは CI だけのツールではないと思うんですが、まあ、そういったですね、脆弱性診断というのを CI でやっておくというのがいいかなと思います。あとうちだとあのエペのドキュメントを、うん、あの PHP のコメントに書いてると自動生成できるということで、CI で、まあ、特定の裏口で CI が生成し終わるとドキュメント自動生成してデプロイするみたいなことになります。その API というのはあの HTTP の API ですね。PHP の API そうじゃなくて、はい、PHP あ、ごめんなさい、クラスとかでソフトとかの API っていうんじゃなくて、うん、っていうことレストの API、はいはい、ドキュメント。あ、そうですね。ドキュメントの自動生成しか、自動生成して、例えばアプリの時から見える場所にプッシュする感じで、いいですね。はい。そんなですね、CI のサービスの中で一つご紹介したいのがサークル CI というサービスです。で、まあこれはね、大概最近の CI サービスだと、まあ、動画対応もちろんしているんですけど、やっぱりすごく便利ですね。というのはその、例えばそのサークル CI 上で、対応している言語ランタイムのバージョンが、自分が使い方が違うとかですね、欲しい、入ってた欲しい拡張が入ってないとかですね、そういうのがあってもですね、まあ、要は Docker の中で動いておけばですね、あとはもう、どうにでもなっていくんですね。要はその Docker で、手元で動くような環境を詰めてたら、あとはそれを CI に投げるだけなんで、ものすごく楽です。であと CI のですね、サービス使ってて困るのはですね、なんかタスクが落ちた時ですね、エラーになった時に、まあ、オールテストをテストを落ちる時はまだいいんですけど、テストの落ちる時もあるから環境によって落ちたり落ちなかったりっていうのがあると思うんですね。Mac ではオールテスト通ったのに CI 出すとなぜか落ちるっていうテストなんですね。そういったのがあった時とかに、まあ、どっかであればですね、全く同じ環境を再現できるので、まあ、そういったこうエラーの追跡とかですね、っていうのがあるんですね。で、2番目のですね、SHH できるのがいいっていうのはですね、これはもうサークル CI 使ってる人は多分ここが一番なんか嬉しいところじゃないかなと思うんですが、今お話した通り CI が進んでやっぱちょいちょい落ちてですね、しかもよく分かんない落ち方をする時があるんですね。特にまだツール自体慣れてない人とか、プロジェクトの初期とかでですね、その開発フローとかが今まさに作っているというような状態の時によく起こるんですけど、そういう時にですね、例えばトラビスとかだったらですね、SSH で中が入って見ることができないんで、何かコードをちょっといじって、プッシュして、落ちた、ここかな、直して、プッシュして、落ちた、あれっていうのをですね、結構やらないといけないんですけど、サークル CI の場合はですね、実際にその、タスクが動いている環境に SSH で直接入ることができるので、その SSH で入った中で直接タスクを実行できるんですね。なので、例えばもう何かコードに問題があるんですね、まあ、環境を超えることで。で、要は言うと、そこは、その場でもう、本当はこれでちょろっと直して、流してみて、動いたら、あ、じゃあこのコードを直せばいいんだっていうんで、そうそう、手元のコードを直して、もう一回プッシュしますとかですね。そういったことができるので、すごく重宝します。で、あとは1コンテナ無料です。無料っていうのは、プライベートなリポジトリでも無料なので、とりあえずやってみたいというときはですね、おすすめできるかなと思います。はい、これがですね、サークル CI の画面のイメージですね。まあ、上から順番にタスクを実行していって、で、これは赤くっていうか、ピンク色になっているのが、まあ、タスクが落ちた状態ですね。タスクが落ちると、ちゃんと今実行したタスクのコマンドラインですね、コマンドとか、あとは実際のエラーメッセージとかですね、そういったものをバーンと消してくれるので、非常に分かりやすいとですね。はい、ここからは検証環境です。じゃあ、カズさん、お願いします。はい、検証環境です。この、この絵だと、ジェンキンスの先にある、
これは手を振りながら、この辺りの話をちょっとしたいと思います。で、検証環境を続けるというか、考え方によって、そのプロジェクトの性質とか考え方によってちょっと変わると思うんですけど、まあ、簡単に安いコストで作りたいみたいなパターンと、まあ、そういう場合は例えばエロットを使うとかっていうのはすごいめちゃくちゃいいと思うんですけど、それ以外にも本番でなるべく近い形で、まあ、同じ例えばアイアスを使って作りたいとかっていう考え方もあると思うんですよ。そういう場合には本番環境のと全く同じ構成はまだないとかあって賛成的なところをちょっと縮小した形で作ったところに入れると。その時も、まあ、先から言う開発環境の構築の安心とかできるので、それだと、例えばどこかではなくて、例えば、して安心するので、そこから環境を作って、検証環境も同じように作るという形で、安心するので、自体も検証環境を更新することに何らかの方法を活かしてテストをしてみたいなのがかなと思います。ブログですね。ブログ違う。はい。まあ検証環境で使う環境として僕がお勧めしたのはヘロクです。まあ、ヘロク自体は別に検証環境専用とそういうことはなくて、もちろん本番でも使えるものですが、まあ、どういったものかというとですね、パースプラットフォームアザサービスってやつなんですけど、環境構築がものすごく楽です。基本的にはですね、コードを Git プッシュするだけで、コードを公開することができます。で、そのまま言うと、まあ、パースなので、インフラメントは記録参加見てくれるので、まあ、我々がやる人は一切ないですね。必要なミドルウェアを、まあ、ロボットしてガチャガチャつなぎ合わせて、あとはコードをプッシュすれば、まあ、それで動作確認ができるという状態に。で、あとやっぱり GitHub との連携がもうすぐちゃんとできててですね、途中で、ブランチ戦略のところでお話しした通りにですね、マスターにマージしたら、裏で勝手にステージングにブロイしていくってお話ししたんですけど、あれなんか自動化してるとかなんか、ちょっと前まで言いましたけど、実はね、ほら、ヘロクでボタンを指導するんです。ヘロクで連携する GitHub のリポジトリを指定して、なんかボードリプロイかなんか、ボタンを指導したら、あとは裏で勝手によしない連携で処理をやってくれるんですね。で、あとは GitHub の、マスターに何かしらのプロリクエストをマージしたら、勝手にヘロクの方にリプロイされます。なので、まあ、検証環境を作ることはですね、言うと、まあ、開発の本質ではないと思うので、できるだけここは省略した方がいいだろうということで、ヘロクを利用しています。先からちょっと出てきて
関しては僕らは、関心ですかね、ちょっとちょっとおすすめの辺にしまってましょう。おすすめの辺、おすすめの辺ありますね。アンシブルはいいのは、まずはエージェントレスですね。プロジェクト対象のサーバーにアンシブルクライアントみたいなですね、入れなくてもいいの。基本的には要は SSH に入ってコマンドをコリコリするっていうのをいい感じにやってくれるツールなので、何もサーバー側には入れなくていいというのがすごくいいかなと思います。であとは、実行していく手順みたいなのをですね、書いていくんですけど、それは YAML で、その何か特定のプログラミング言語を覚えないといけないということがないのがすごくいいかなと思います。で、あとこれは YAML の、YAML が足りないことが書いて利点になっているのがですね、YAML なので、そんな複雑なコードって当たり前なんですけど、書けないんですね。なので、プロビジョニングでそういうことを考えたっていうようなことがですね、なんか案に記されているのかなと思ってですね、一般的にはプログラミング言語だと、すごい超絶機構を使ったようなレシピっていうやつなんですけど、まあそういったものができちゃうんですけど、まあそういうことは やりようがないっていう難しいんですね、YAMLでそういうことやるっていうのは。なので、まあその辺もいいのかな、ある程度鎖がついてるような状態ですね、変な書き方ができないようなっていうふうになればいいかなと。であとは、タイツ環境の検証環境を全て共有する。そうですね。さっき、カズさんからちょっと考えましたけど、要はいくらアンシブルを使って自動化してても、本番環境にしか適用してなくて、でしかもそれが何かモジュールを追加するときとか、何か脆弱性があるバージョンを上げるときしか使わない。何ヶ月に1回しかそのプレイブックは使わないとかっていうことですね。走らすのものすごい怖いんですね。ほんまにこれでいいかなと思って、そういう不安が溜まっていくとですね、アンシブル使うことによって、SSH になってしまうんですね。そうすると、もうプレイブックと本番の環境がどんどん連れていくので、もはやそのプレイブックが使えないということになるんですけど、そういうのを普段の開発環境とか、検証環境とかで、しっかり使っておけば、そういった不安もなくすることができる。あと、ちなみにこう、アンシブルプレイブックは書くじゃないですか。アンシブルギャラクシーっていうブレイクのリストサービスとかあれって結構使ってます、僕は正直あんまり使ってなくてですね、僕らちょっとご紹介するんですが、リプロ用のアンシブルのロールって言われるんですけど、そういったオープンソースになっている手順を作る人みたいなのがあるんですけど、それは使ってるんですけど、それ以外はほとんど使ってないですね。コードは見ます。コードを見て、あ、こういうふうに書けばいいんだっていうのは参考にするんですけど、使ってはないです。自分でも書けちゃう、そうですね、自分で書いちゃう人が多いかなと思います。で、ちょっと前提なんですけど、この本が2月に来ましてですね、氷の発売中ですね、安心に興味持たなかったです。レターとか公式のアンシブルの話題で今のところいいですか？公式の覚え入りになるとかすごいですね。公式感ありますね。はい、で、じゃあプロビジョンとかしてデプロイ、基本的にデプロイには、試合サーバー、一番中盤の試合サーバーから
そうですね、これがアンシストランっていうもので、これは私がディプロンジュに使っている、アンシムのロールなんですけど、まあ、名前からなんとなく想像がつく通りですね、アビストランをアンシムでやるためのロールというようなものです。これやってることはもうお湯とカピストランすごく売ってます。まあ、カピストラン使ってる方が分かると思うんですけど、この同じのディレクトリーを置いてですね、リリーシーズっていうところにコードをまずコピーします。で、このディレクトリーはデプロイした時のタイミングの年月日時分秒ですね、この仕組みで作られます。で、ファイルの配置が終わったら、カレントというところから今コピーしてきたディレクトリーですね、こちらの方に絞り込みに行われますということですね。なので、HTTP サーバーとかですね、アプリケーションサーバーからはこのカレントというところをですね、ああいうのコメントルートというかですね、アプリケーションのルートのディレクトリーとして、ということになります。でうちの方は先ほど話した通り、固定 IP 縛りというのはやっぱりよくある話なので、ジェンキンスにですね、アンシブルを入れて、で、このアンシストランを使ってデプロイするというのをよくやっています。で、あと、まあ、カピストランでもできるんですけど、アンシブルでもやっておくというのは、今までこう、コードを置いて終わりというのは多分ほとんどなくてですね、キャッシュクリアしたりとかですね、なんかこう、タスクが、後のタスクがやっぱりいくつか必要だと思うので、まあ、その辺も、暗証を使っていると組み込みやすいというのもあります。リスタートかけると。そうですね。これはもうちょっと知らない感じです。デプロに関係してちょっと一個話しようかなっていう話があって、プロジェクトに関係する人に知られてはいけない情報をどうか。使用しないみたいなですね。で、例えば、API とか、SSL 処理とかをどう管理して、どう配慮するというか、デプロイするかっていうのは、ファーストを使って、プロジェクトでファーストを使うパターンだと、コンソールで環境変数をつけてみたいなことをすればいいと思うんですけど、自分で IS を管理してもらったのは、デプロイするときに何かする。ただそれを、まあ、プライベートとはいえ、どんなリポジトリにいるのはどうなのみたいな話があるので、ベース管理にしておいて、デプロイしておくとかっていうのもありますし、あと、アンシブルボールで、さっきのアンシストラとかを使うんだったら、アンシブルボールっていう暗号化をするツールプラグインがあるので、それを使って暗号化した状態で、デプロイすれば、効果ではない。
日本人が下関市と基本的な上関市が山とかアクトでこうフワードに2つができて設定がいいのでそれだけで、あとは自分で見せるという話になります。APA がすごい豊富なんで他のサービスと連携して、なんかこんな障害が起きたら次みたいなことをやるとすごい簡単にできるで、あとはおまけなんですけど、入力関して僕の中アプリを書いてるんで、
プリも、まあ、配布したアプリがどんな機能してるかみたいなのを監視してね、キャッシュレポートをするかとか、そのまあ、Google アナリティみたいに、アプリの中でどんな制御してますみたいなのを、どうするといいって、それを監視してたりします。で、まあ、これ、ラボを、クラッシュすると、とりあえずスラックに行きました。で、スタートですよ、こうですね、それで、感じですね。デプロイゲートっていうのは、ミクシーが入っているサービスのところで、さっきデプロイで言うと、精神環境用のアプリを配布するみたいな。アップルとかグーグルがやってるところは、リリース前の、本番版を配布するんですから。で、その前のものは、ただ、ね、最後のまとめの方に入っていきたいと思います。ちょっとお時間がなくなってきましたので、ちょっとこの辺は簡単に。要はですね、まあ、こういったいろんなツールがありますけど、結局この通知を全部、今だとスラックとかチャットワークとかですね、チャットサービスに今全部集約するとというふうになっているなというのが、改めて今回見ててですね、感じました。それぞれの管理画面に行ってから確認するんじゃなくて、そのチャットサービスを見てれば、すべての何かが起こったときが、検証できるということですね。あとこれ、カツさんに書いていただいたんですけど、そうですね、Google が今、深くから使っているツール、さっきの、なんか、iPhone には出てないやつとかを並べて、どんなことが書かれているかとか、こんだけたくさんあるんですか。まあ、重複するサービスとかに出るんですけど、そうですね、まあ、この年の資料を公開しますので、ちょっとじっくり見ていただければなと思います。はい、ということで、まとめたいなと思います。ですね、まあ、要は、ツールにいるものはツールに任せましょう。我々人間は人間がやるべきことに注力しましょうということですね。例えば最近だとメール配信をするためにメールサーバーを立てずにですね、専属リンクとかサービスを使うことも多いと思うんですけど、それでもなんか自分たちがやらなくていいことですね。人間とツールっていう切り口じゃなくてもですね、自分たちのビジネスのシステムのドメイン以外のことは使えるものは全部使いましょうということです。であとは自動で動く状況を作るっていうのもすごく大事ですね。今日お聞きになってですね、よし、来週から使うぞと思って家でもですね、誰も使われないとですね、1週間もしたら誰も触らないことが起こりにくるんですが、自動でぐらい動くような状況に作っておけばですね、意識せずとも勝手に動くので、まあ、そのツールの恩恵をですね、ずっと受け継ぐということができます。ですね、で最後にですね、ツールで開発の流れを進むというかですね、ツールの話をするとですね、いや、ツールばっかり家でもみたいなんですね、ご意見いただくこともあるんですが、ツールを入れることで、そのツールが解決している問題とかですね、そういったやり方があるんだっていうのを知ることができます。さっきのですね、チャットツールに情報を集めるっていうことはですね、2017年のはチャットツールですけど、この流れ、やり方は変わらないですね。ただ、それがチャットツールで集めるのか、10年後何かわかんないですけど、なんか別のものになってるのかは別にしてもですね、その情報を集めて一元的に入れるようにしましょうっていうことは変わらないと思うんですね。なので、その辺の動きを知る上でも、いろんなツール、はい、ということでセッションは終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。次のセッションが、15時からなので、どうしてもトイレに行きたい方ぐらい来てください。次に準備しますので少々お待ちください。